でございます。よろしくお願いします。今日新聞読んでたらですね、あの火星と木星の間にプシケっていう惑星があるみたいなんですけど、その惑星には金とかいろんな金属があってめっちゃ価値があると、まあ1000系ドルの価値があるって。いやもうね、地球じゃない星を地球の基準で評価するっていうことが、ちっちゃいわ。いや、でかいのか。いや、ないわって思いません？どうもありがとうございました。